はい、というわけで今から、やってこうか。コーチング。いきまーす。何がいいかな？なんかさ、みんな結構、あれだな、熱い気持ちをメッセージで書いてくれてんだな。ありがてえな。でも、どれをって言っても結構難しいな。今までのことがあるからみんなのことを本当はやってきたいんだけど無理だもんな。これいいじゃん。いいね。ぐっさん行こう。あ、うさぎさんありがとう。うさぎさんありがとうね。ぐっさんって方行きます。なんかさ、やっぱみんなコーチングって自分の番が来てほしいって思うもんなの？それともとりあえず応募してみたよって人の方が大半なのかな。どうなんだろう。真剣な人ももちろんいると思うんだけどさ。いるよな、そりゃそうだ。みんなこんな長い長文メッセージ書いてくれてんだもん。でもそう、みんな一個だけ勘違いしないでほしいのが、あの無償でやってる、ただのみんなのモチベーションを上げてあげたいだけやってる行為なので、ごめんな、受け取れなかった、コーチングできなかったからっつって、おい、のび、頼むよって、それだけはやめてな、頼むわ。もう本当、これは、俺からみんなに送る無償の愛だと思って、そこだけお願いね。たまに間違えたやついんのよ。おい、俺がみたいな、もうアホみたいに DM 送ってくるやついんの。頼む。優先順位はその人とかじゃないの。みんななんだよ。みんななんだから、そこだけ忘れないでな。頼むぜ。俺だもう確かにいいんだけど、俺だもいいよ。確かにいいと思うけど、俺だじゃない。みんな。あ、いいじゃんこれ。 2-3-2 で勝って徐々に力負けしてくって感じか。え、嫌いじゃない、こういうの見よう。はい、いきますよ。ぐっさん、最高段位武神、現在鬼神、鉄拳歴2年、すごいな。鉄拳7から、ポールだけを使ってきました。欲しいアドバイスは山捨て、バック捨てを多用する相手との戦い方、中距離での立ち回り、横移動のタイミングが、まさにこの段位帯で必要な行動かもね。はじめまして。友人から鉄拳7を誘われてから始め、普段は 7-8 にいる界隈の中でワイワイ遊んでるグッさん、いいねー。 7-8 にいる鉄拳の界隈って楽しいやろうな。楽しいよな、それが一番。上手くなるために7からのびさんの動画を見始め、イスカンダルでのポールのコーチング動画を見たところから勉強し始めました。あの動画を何回も見直し、自分の中に落とし込んでから段位がめきめき上がり、鉄拳7では検定まで上がることができました。8はリリースから即購入し、段位制をまったり回しながら今に至ります。現在のびさんの動画で教わったことを常に意識しながらプレイしているのですが、どうしても勝率 50% 以上を維持することができない。目標は鉄拳王です。どうしても周りの友達より強くなりたいです。よろしくお願いします。追記、自分は山捨てができません。あとのびさんの動画で好きな動画は喧嘩祭りです。了解しました。おし、この方いきます。まあだから要は横移動だったりバックダッシュとか、街の鉄拳に対するポールの回答が見当たらないっていうことだと思いますね。各班、なるほど。あ、セットプレイ1個目、フォーミング下から膝、ワンツーパワークラ、あ、パワークラじゃない、両パン暴れ。あー、なるほど、これはめちゃめちゃ分かりやすい。いいよ。フォーミングからポンケン、いいね、ちゃんと鈍い位置返してるのは偉い。吐きたいね、ヒート、こっちも 2K がいらないな、まずは第1点で余計な技打ちをしちゃう。壁際暴れちゃってるけど、たまたま当たってる。いや、いい置きだ、素晴らしい置きね。今160万点の置きしましたね。1の1で当てる置き。奈落2V1、なるほど、これ逆転ファイター系だ。奇跡の逆転ファイタースタイルだね、これは。
渋いこれは。かなりギリギリの試合。ポンケン、あ、惜しい。で、OK、 グッサン、これはね、分かりやすいっす。本当にやっぱこの団員体の人たちに共通して言えることだね。要は低団とかから抜け出した人たちって一個共通して言えるのが、自分の強い攻めを知ってるの。自分の強い攻めを押し付けて勝つことができてる人が多いです。それは素晴らしいことです。なんですけど、あ、ごめん、もう一回、いや、いいか、もう見ないでいいわ、今の、わかるから。そう、自分の強い攻めを押し付けるのはすごい上手い。だけど、だよ。守りが全員ね、これ本当に全員だと思う、多分。ほとんど8割から9割の人は、あまりにも守りが、これはもう、ちょっと強く言うけど、ザルです。要は、相手のターンになった時に、えげつない量のダメージをもらってる。本当はこんなのもらわなくていいのにって思うダメージをもらってしまってるっていうのがみんなの課題です。特にグッサンの中での課題は、相手の横移動とかバックダッシュに対しての対応じゃないです。今大事なことっていうのは、まず、あ、ランクになってる、知ってる、知ってる、帰るよ。効率重視の鉄拳に今すぐ切り替えること。その効率重視っていうのは何かっていうのを今から説明するんだけど、例えばね、じゃあジンと対戦しました。もうこれ本当仮になんだけど、ジンです。ジンの中で下段って何がありますか？奈落、 2RP、 体育抱き、下段、これだけです。ある技、まあ大体4つ。そのうちこういう距離から打てる技って言ったら、まずこの技しか基本はありません。ドミ着行った時はこの技とかもあるけど、取れたダメージを見てほしいの。取れたダメージを見てほしくて、こういう技を食らっちゃったりして、みんなね、やべえやべえやべえってなってる人が圧倒的に多いの。でも逆に言うとだよ、プラ4取りました、ジンこの後何すんの？じゃあ相手が手出してくるから割れない連携で追いつき打つ、打ってこないでしょ。みんな安定でみんなトゥースマ打ったりとか、なんか攻めてきてない？プラ4なのに。そう、ここで一番大事なのって、冷静になって食らったところで痛くないのに、気がついたらやべえやべえってなってる人があまりにも多すぎる。それでこういう距離からだよ。例えばジンって前に出る行動として、右回し、胴抜き、めっちゃ食らってたはずなの、多分グッサン。なんだけど、例えば胴抜き食らいました、ヒート行かれました、まあ形勢的には良くないです。でも今2発目3発目4発目5発目もらいましたってなった時にだよ、ここに1回でもこれを合わせたり、右アッパー合わせることができれば、圧倒的にダメージ効率が変わるのに。そう、これを1回でもカウンターで合わすことができるだけで、胴抜き4回分か3回分のお釣りが来るのよ。共通して言えるのは、守りが怖すぎて、とりあえず横行ってみようとか、なんか手出してみよう、自分のターンにするために、とりあえずこういう行動をとって相手に押し付けさせないようにしようじゃなくて、一回我慢しながら要所飛ぶ、要所でパワクラ打つ、ポールだった場合は富岳打つ、ここら辺の行動で相手の攻めはある程度止まります。はい。で、こういう距離からポールって中に入る時のパーツが幻月と、まあこの技、罰山。これすごい強いんだけど、これとか、ステップもすごい強いんだけど、結局これなんて陣に打てないじゃん、怖いから。まあだから、こうやって中に近づけばいいんじゃない？とか、横移動2択。で、もう一個、ワンパで攻めを終わらせない。例えば、終わり。じゃなくて、一番いいのは昭和パスウェイキャンセルの読み合いがめっちゃいいです。ポールとかは昭和パスウェイするとプラ3じゃん。ここで相手がショートアッパー打ってきたら、これでカウンター取れます。じゃあその後に相手がジャブ打ってくるんだったら、下段です、潜ります、出し切りでカウンター取れます。だからこういったり、出し切ったり、こういう読み合いしたり、2発まで出して3までの読み合いでまず打ってみたり、
自分のターンを、例えばこのショートアッパーなんて相手がトゥースマ打ってくるんだったら、これが最悪相打ちになるし、安定行動に近いんだから、こうしてこういったり手出してきそうだから投げたりとか、絶対手出してくるんだったら前ミリパンしたりとか、もっともっと攻めの幅を広げられるはずなのに、みんなどうしてもワンパンになっちゃってんの。あとはもうとにかくポールは置いてくれ、技を置くのがとにかく大事。これがとにかく大事なんよ。ポールは右アッパー裏ハヤって、あの逆波動 RK で2択を行くときはこれと、ポンケンでもいいし逆波動 RP でもいい。本当にここめっちゃ大事です、覚えといて。で最後に、ごめん、最後に1個だけ言うの忘れた。壁際でみんな抜ける抜け方を教えます。終わり、はい、終わり、または終わり、または相手のターンになっちゃったなって思った時、投げたりするとか、横歩くとか、パタパタで対応するとか、はい、終わりでしょ。終わり、そうなのよ、終わりなのよ。すぐに終わる行動がいっぱいあるのに、こうやって終わりなのに、ずっと後ろに入れて機会を伺って壁から逃げないっていう行為はなしです。投げとかシャガパンとかで、こうやって壁から押し込んで、逆に自分が相手に壁を背負わせる動きをするとなおいい。例えばポールだったら前両パンチで位置を入れ替えられるんで、やべえと思ったらこうして壁との位置を入れ替える。低段上段のコーチングが多い気がします。まあそこが一番多いからね、人は。そこが一番多いんよ。一番初めに、なんだろうな、結構赤段が少ないかな。さあ、行きますよ。あれ、これランクマ？違うよね。グループマッチでクイックマッチ。マジでどんぐらい置きが強いか。まずホーミング。はい。置いて、下2択、走ってって2択、横読み、出し切りで、こうなったら後ろに下がって置く、ダメージ全然違います。右パンでポンケンから、はい、あとは何にも悪いことしてない、普通のことを知ってます。さあ次、前右パン置く、自分の中でのセットプレーを見つける。で、あ、これ暴れいいね。プラ級でもう暴れるってことは、相手はフレームあんまり知らない気がする。でもこれは相手は嫌がって多分置いてくるから、横読み、はい、幻月、ポンケンで前右パンから、はい、最後に走ってって横移動、まさかり打ち河原、終わり。簡単、何にもしてない、変なこと。はい、またここは開幕ワンツーワン、ショートアッパーキャンセル、出し切っちゃう。で相手は手出してこないから下から手出す。はい、でここは安定コードは変わらです。はい、で置くよ、置く、はい、右アッパー警戒してる、置く、はい、カウンターお互い相打ち、中段置く、シャガパン置く、はい、置く。で相手はここで嫌がってくるから、あとは2択暴れ待ち。こうやって見るとめっちゃ単純でしょ。めっちゃ単純なんだよ。ちょっと人変えるよ。めっちゃ単純なことをしてんの、本当に。そう、これはみんなが見ると綺麗だなって思うじゃん。でもこれってなんでこんなことができるかっていうと、まず食らっちゃいけない技は分かってる。例えばビクター戦で食らっちゃいけないのは両パン、右アッパー、パワクラじゃん。だから水面なんて俺意識しないで全部食らってたじゃん。それよりも大事なのっていうのは、相手の横に対してこういう風に潰しに行ったり、ショートアッパーから細かい展開作って相手に自分のターンにさせなくしたのよ。そう、多分これグッサンと全然スタイルが違うと思うんだけど、ただ打つ技は多分全部分かってるはずなの。すごいシンプルな技打ちしかしてないはずなのよ。はい、これあと1回やったら次行きましょう。
こうやって見ると簡単そうに見える。でも実際蓋を開けると簡単じゃない、それはわかる。でもあんぐらい技を置くことっていうのは大事です。あとは困った時のパワークラ、例えば開幕前右パン、これガードされたらパワークラッシュ、前右パン鉄山鋼で置き攻めに霹靂みたいな感じで、自分の強いセットプレイで自分のターンにする方法を、ポンケンはい、から瓦割りポンケン、うまい。さあこれこっからです。ここ大事。ヒートを使いたいんだけど、ポールのヒートってどういう風に使えばいいのかが一番わかんないと思うんだけど、一番は前 RK または前右パンをパナシで使う。こんな感じで、そう、前右パンのパナシがめっちゃ強いです。それか前 RK で開幕、基本的に瓦打つのは結構強いで、こういうところからほら当たるのよ、なんだこれと思うじゃん。で、はい、壁コンボはジャブからポンケンで、これは置き攻め、はい、開幕前右パンから鉄山鋼で、これは安定行動として瓦割りポンケン置く、あ、今置きね、ちなみに、いよいよよ、はい、熱波からの置くで、こういう時に怖いから前 RK、 はい、ここから置き攻めいきます、ポンケンで瓦割りから、シンプルなんやって、こんなシンプルでいいの、本当に不変なことをしてない、その変なことを今もうしなくていい段位になってるって思った方がいい。 OK、 はい、以上です。多分こういう壁に当たってる人たちってすごい多いと思うから、それはこれみんなも共通して言えることだから、まず対戦相手と対戦した時に食らっちゃいけない下段浮かせ技っていうのを意識するっていうのをまず忘れないようにすること、その次に壁からの抜け出し方も簡単だからやってみると意外と、はい、次行きます。置き技に関しては共通、まあキャラクターにもよる、特徴はある。ポールは特に置きが強いキャラです。そう、ポールはね、置きが3種類あるからね。さあ、じゃあ、ゆいさんのコメント見てきます。